どうもトライトです。さあ続いてのボスはこちらでございます。ザ・マザーシルバーフィッシュということで、大きいシルバーフィッシュなのかな、それを倒しに行きます。形的にはこんな感じ。はい、うん、気持ち悪いということで、気持ち悪いやつ倒していきます。おっと、落ちちゃった。なんだ、穴があった。行きましょう。さあ位置的にはですね、まず150のところですね。まあ一応ですね、先に穴を掘っておきましたんで、ある程度の道は作りました。はいはい、ということで150まで行って、そこからまっすぐ X はこっちに行くと、マイナス300で82の高さってことですね。ということでそれで行きましょう。まずここか。で、ここ穴開けたんで、ここから行きます。途中まで、穴を開けております。あとは、マシンで掘っていくだけですね。それでは行くぞ。一気に行きます。おお、進む進む。おっと、アイテムがいっぱい落ちてます。はい。そして、こいつを置きます。はい。そして、動かします。これで OK。で、こっちに向かえば OK ですね。はい。では、いただきます。おお、あるね、いろいろ。鉱石めっちゃあるやん。わあ、いいね、いいね。鉱石めっちゃある。あとで取ろう。おこれはちょっと待って、これはちょっと邪魔だね。ちょっと後ろ下がって、取りましょう、とりあえず。おエメラルド、エメラルドか。エメラルドゲッツ。これはいいね。エメラルド嬉しいね。よし、ゲット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 。オッケー。これでいいかな。ん?引っかかった。あ、引っかかって、その先、あ、来た!マザーシルバーフィッシュ。出てきましたよ。ここですね。完全にここです。ここか。よし。怖い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 。でかいんかな、相当。わ、いるね、いるね、なんかいるね。あ、どこだ?わかんねえ。ここにいるのはわかってんだ。どんなやつ、どんなやつ?とりあえず真ん中に行こう。あ、どこにいるんだろう、わかんねえ。光ってるやつだとは思うんだけど、でもあれ完全にマザーシルバーフィッシュではないな。雲だね。さあマザーシルバーフィッシュ出てこい。どこだどこだ。ここにいるのはわかってるんだ。あれか。え、あ、ちょっと待って、気持ち悪い。シルバーフィッシュ、シルバーフィッシュ、普通のシルバーでっかくん、シルバーフィッシュにしたらでかいけど、え、どこどこどこ、こっち、お、で、いった、でっけ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 、気持ち悪い。ちょっと待って、シルバーフィッシュを流してる。これ使ってみよう。あれ、え、え、あ、これって雲の巣を吐き出すのか。で、こういうことか。動きを止めるのか、これで。そういうこと?なるほど。あ、これ、雲の巣を出すわけね。で、動きを止めるわけか。やばいやばい。そんなもんだったの、これ。雲の巣を吐き出すのね、これ。おー、でも面白いね、これ。面白い面白い。面白いけど、ちょっと待って。動きを止めるわけか、これで。あ、いいね、いいね。でも、使えるっちゃ使えるのか。よし、これでちょっと上らへんを倒す。おー、待って待って。ちょっと待って。動きを止めるのはいいね、確かに。確かにこれいいね。雲の巣か。網みたいな感じになるのか。ちょっと待って待って。意外と強い。意外と強いぞ。おっと。よし。ちょっと待って。意外といるな。めっちゃいるやん。これでも飛ばせる?あ、一撃かい、これで。
待って待って、こいつはでかいやつや。やばいやばい。スターガンで、おい、このやろう。ウェブガン、かっちょいい。このやろう。てか、めっちゃ出る。待ってよ、やっぱダイナマイト一気に倒そう、これ。きついわ。こっちの方がいいや。ほら、こっちの方が早いかな。こっちは早いかな、多分。待ってよ、今。あ、やばい、まず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 い。でも、こいつね、攻撃すると出るんだよ、シルバーフィッシュが。これで倒せるか？あ、わかんない。ダメージ食らってるかわかんない。ちょっと待って、めっちゃ。あかん、あかん、あかん。やっぱ、倒すか、剣で。剣でいっちゃうか？おー、まずい、まずい、まずい。ちょ、体力回復、体力回復。怖い。シルバーフィッシュが出るもんね、倒して攻撃して。あ、やった、グッジョブ、来たよ。ブラックスミス、あ、武器屋さんだ。武器屋さんでなんか新しいの入りましたよ的な感じか。おお、やった、危ねえ、倒せたよし、戻って何が手に入るか確認してまいりましょう。さあ、ということで戻ってまいりました、テキストチャットにはですね、こちらブラックスミスと書いておりますので、このブラックスミスが武器屋さんなんですね、確か。なのでここで多分、はい、来ました。シルバーフィッシュスケールを持っているので、何かほらプラスになりました。何かが新しく出ます。チタン意識が手に入るということですね。1ランクアップの防具が手に入ると。はい、でこっちはアップデートは特に変わりなしと。はい、なるほど。チタンアーマーが手に入って防御力がアップしますということですね。はいはい、ということでマザーシルバーフィッシュを倒すとですね、チタンアーマー系が、購入できるということになりました。ボスを倒すと新しく入荷するというのが分かりました。では次のボスへ参りましょう。以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイバイ。